日本人の新入生ゼロの大学、またすごいのが現れました。宝塚医療大学の観光学部です。宝塚大学とは別。宝塚医療大学は医療系の大学だったのになぜか今年観光学部を作りました。しかも1年生は全員沖縄の宮古島です。ということでどんな学校になるんだろうと私もワクワクしながら待ってたんですけれども えなんとびっくり観光学部定員100人に対して新入生はわずか22人しかも全員留学生で日本人ゼロの大学が誕生しましたもうこれ言いづらいんですが正直なところ各地にある日本語専門学校留学生向けの語学学校みたいな状況に完全になっちゃってますねえー、宮古島出身者は1年時は自宅通学ができて宮古島の全寮制じゃないんですけど 要は、宮古島の高校生も1人も入らなかったということですね。しかも、留学生の入国手続きの問題で、入学式に参加したのはわずか6人です。で、1年生は22人しかいなくて、全員留学生。今の貧しい日本にはもう、中国や韓国からの留学生って来てくれないんじゃないかな。ベトナムとかミャンマーとか、ミャンマー来るのかな。うん、ネパールが多いのかな。何にせよ、アジアの留学生、なんとか来てはくれましたが、 えー、日本人ゼロということで大学ができた最初の1年目でこれですから相当険しいんじゃないかと思いますなお宮古島は話題にはなりましたが1年生だけで2年生から4年生は兵庫県尼崎市ですなんか小学校か中学校をリフォームした感じのキャンパスを用意しているようですねというわけで、えー、宝塚医療大学観光学部入学定員100人ということで 100人集まると考えていたわけですけれどもまあ留学生20人ぐらいというのは正直妥当なところでしょう日本人高校生80人宮古島に集められるかというのは結論から言うと誰も来なかったと一応、えー、関西の大学なんですが関西で観光の大学他にもいっぱいありますしわざわざ1年生宮古島の全寮制に来るというのは、えー、東京理科大の北海道じゃあるまいし誰も来んということで 1>, 1年目からこれですから相当厳しい。えー、1年生、まあ、22人の海外からの留学生が宮古島で学び始めるわけですけど、しかしこの海外留学生もそんなに豊かな国の人はいないはずで、お金あるんですかねこれ海外留学生って政府からお金出るんでしょうか尼崎での生活費もかかりますしね。ということで、日本人全員にそっぽを向かれた大学ということで開学しましたから、来年以降、 ここに入ろうとする日本人というのはかなりのつわものであるということで、えー、一体どうなっていくのかとても興味深いところです。宝塚医療大学観光学部でした。